両親を招待してホールでライブがしたい。また1年頑張ってその成果を25歳の誕生日でできたらいいかな。なんかこのトンネル抜けたらなんか変わるかなといつも思ってた。すごい明るく見えるのね、未来が。だから進むしかないんだなと思って、いつも遠回りなんだけどあの道を選んで歩いてて、8日に活動休止の発表をしてから病院にずっとほぼ毎日のように通院してて、誕生日が終わって4月になったら手術しましょうっていう風になったんだけど、その時にママが来てくれて、3日間ぐらいだったんだけど、すごい独占できたママを。でも手術の後で声が全然出ないから、喋りたいこといっぱいあるのに全然喋れなくって、それでね、まあ待って、その筆談のノートがそのまま歌詞そこに書き出してっていう。3月11日に震災があって、すごい両親も心配してて、とにかく帰ってこいとすごい言ってたんだけど、いろいろリセットするのも兼ねて富山に帰ろうかなとも思ったんだけど、なんか今富山に帰ったらもう東京に出てこれないんじゃないかなってすごく思って、夢を追って出てきた時に決めたことだから、私は東京で夢を叶えます。長さがして赤いカチューシャとかしても、服がインパクト強いからさ、うん、まあ、帽子かぶ、あんまりそのさ服に曲によって服変えるっていうのしたくなくて、こういうイメージみたいなやつ。マント持って。だからこうやってジャケにするか、ああ持って後ろビーンってやってこういう背景っぽい感じ。あ、でも国旗持つからこう。赤こうやって持ってここにピーンってするようにジャケはして、うん、中とかはもっとなんか。マンモーテスト、いくよ、せーの、そこ、いいね、夢の世界ようこそって言ってそこにいてくれる人たちの代弁者として自分の旗をちゃんと掲げたいなと思ってたから、やっとその旗をこう掲げられたのかなって。
して会えばいいんだろうっていうのはさ、その時はすごいあったよね。なんかまだ胸を張って帰れなくて、でもなんか今歌っても変わらんなって思うけどね、18歳の時の書いたことが全然変わらん。奥越湯川です。歩行者1番へ。この列車は特急博多が8号金沢行きです。人によってさ感じるものがさ、その言葉で浮かぶ景色がみんな違うわけじゃん。それでもそこでなんか変わらない繋がるものがあるのはすごいよね。でもだからこそやっぱ愛の風とか富山弁だからっていうのもあるけど、多分その浮かぶ景色とかが一緒だから共感してもらえたりとか分かりやすく伝わるんだなっていうのはすごい。富山の方に来たら絶対起きるわ。ここに線路の先に描いた夢を、ここまっすぐ行ったら東京なんだよって言ってたの。そしたらね、東京あっちだったの。あっち金沢だったのっていう話。ここの橋の下が響くんよ。ここで空を見上げたって歌ってたのが、見えゆ同じ空の下になったんだよ。私のステージ、そう曇ってる。なんか高校の時にね、夢を叶えるももちろんだけど、夢を語れる大人になりたいって言って、それは語れるなって思うし、まだまだ叶え続けてもっともっとそうなりたいなと思うし、人間らしさは捨てたくないよね。いつかきっとパーンって変われるんだろうなって思ってたけど、じゃなくて変わろうって思ったから進化していけたし、なんか変化じゃなくて進化したって感じ、変わっていけたし、変わろうって思えないと変わらないっていうことも分かったし、出会った人だね。あとやってきたことが、なんかもっとシンデレラストーリーなのかと思ってたけど、
なんかそんなヒール履いてたら走れないし、お洋服だけ着飾っても中身は空っぽだし、じゃなくてなんかガチンコバトルな感じで、頑張った分だけ結果が出るし、諦めないから続けてこれたから、かっこいいんじゃない。定期演奏会立った時に、いつかこういうホールを一人で埋めれるようになりたいし、絶対帰ってくるっては思ってたけど、こんなリアルにラポールでやるとは思わなかったけどね。射水市で地元でやりたいなと思って、あったかくほんの一部かもしれないけど応援してくれてる人がいたりとか、楽しみにしてくれてる人がいるのかなと思うと、1年間頑張ってきたことがどうなるのかなっていうのは楽しみです。こうやって自分で決めた夢を自分で叶えていく姿だったりとか、こんなにやればできるんだよっていうこととか、東京でこうやってやってきてこんな大事な仲間に出会えたよとか、すごい伝えたいことは楽曲の中でもたくさんあるので、それを歌を通して届けられたらいいかなと。夢は食べ物です。こういうのは不安の人がたまらんのよ。すごい。ムズムズベアっていうかができて、イミズムズムザーはバレンタインセレクションに愛の風が入ってる。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。イミズムズムザーはお届けしています。お相手は岩木幸子と今井孝信です。水越ゆかです。わー、ただいま。ただいま、おかえり。かやまるパークのイベントで帰ってまいりました。あ、そうか、今日はバレンタインデーということで、やっぱりあの皆さん知っていただいている愛の風を生でお届けしていきたいなと思います。今井さん、はいはい、水越ゆかで愛の風って言ってください。かっこいいやつ、かっこいいやつで。では3月9日のコンサートでもこの曲をたっぷりとお聴きいただけると思いますので、ぜひ皆さん乞うご期待。水越ゆか、愛の風。チャラーチャラー、すごい、ありがとうございます。どこにおるか、なんでもすごい、かわいい。すごくない、みんなこういうの作りたい。よろしくお願いいたします。雨のバレンタイン、パワーバレンタインウィーク終わりました。これからムズムズに会いに行きます。世界通る人の中で
ちゃんと捕まえとってよ。好きやちゃ、好きやちゃ、大好きやちゃ。5年間分の東京にありがとうと、あと3月9日サンキューの日に向かって自分出してまっすぐ進みたいと思います。4時間1分39秒サンキュー。ライブマラソンで私はサッポー、すごいみんなの声が聞こえた。ランフォーファミリー、ランウィズミュージック。ありがとうございました。無事完成パーティーということで、これから視聴会なのですごいドキドキ。それではニューアルバムマイストーリー写真お披露目です。辛いこととか悔しい思いをしてるのを一番近くで見てくれてきたメンバーだと思うので、みんなの作品だからそれぞれあのみんなの素晴らしさをみんなで共感できたらいいなと。純粋に音楽をあの素直に向き合って届けて、ちょっとこの今こんな時代だけどどこまでできるか水越優香で頑張ってやっていきたいと思うので、ぜひご協力これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。みんな富山来てね。ぼんやりと浮かぶ月を夜が明けるまで見つめてた。話のまま当時ってタイトルで終わるのすごくない？はい、じゃあ今日ここまでです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バンドのみんなの気持ちも
頑張りたいと思います。出発進行。本日から。行くぞー。ねえ。これすごい贅沢。うわあ。なんかしゃぶしゃぶ。あ、味噌ね。皆さんご存知だと思いますけど、改めてドラムマサシ、はい、マサシです。ベースケンちゃん、キーボードショータ、ギター森氏、上がる上がる新潟の富山県人会の方から、今回スタッフで手伝ってくれる皆さんにプレゼントということで、これを着て一緒に頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかコピーくれないんです。曲の中に自分の性格だったり生き方だったり大事にしてるものだったりとかがやっぱり詰まってるから、ちゃんと届けたいなって。よろしくお願いします。お先に失礼します。キララかな、ふるさと。ああ初めて聞いた、いい歌だね。いい歌本当に今更考えることが何もない。でももう今日が今日、もう来てることとかさ、実感なくない、うん、やっと来たっていう気持ちと、うん、え、今もうやるのみたいな。先生、水越さんいらっしゃいますか。はい。あ、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日頑張ってください。今日もお綺麗ですね。ありがとうございます。はい。あ、失礼します。すいません。どうも。いや、みんな、元気かい？よろしくね。すごい、楽しい。
練習しないと思い浮かんだ。水越ゆかです、よろしくお願いします。いよいよ今日がやってきました。1年前からこのステージを目指して東京と富山をつないで活動してきて、その中で出会えた方々とすごいいろいろサポートしていただいて、今日素敵なステージに立てることを幸せに思います。この場を借りてまずありがとうございます。夏の市長が激励に来てくださいました。水越ゆかさんのコンサートがこの地元射水で開催されるということで、大変私も楽しみにしておりますし、他の皆さんきっとですね楽しみにしているんじゃないかなと思っています。地元射水がさらにこう盛り上げて、水越ゆかさんをこうバックアップ応援していくっていう、そういった大きな一歩を踏み出すようなヌリアルコンサートになればいいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。わあすごいメープルバターかわいいじゃん。すごいね、すごいいいじゃん。楽しんでキラキラ5周年を迎えたいなと思います。せーの、ミーアンドイエーイ。やばりだーやばりだ
This is my story。本人と話してて、多分小学校の時の自分が喜ぶんじゃないかなんて言ってたんですけど、まあこれから2014年の水越ゆかが喜ぶことを目標にやっていきたいと思います。お疲れ様でした。何って言ったんだろう。まあ自分でもすごいなんか心にきましたね。泣きそうになっちゃいました。すごく、ここからのスタートをまたさらにやっていこうと思います。よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。ガイさんもありがとうございます。まさかこの地をね、富山の地をね、ゆかちゃんたちとメンバーのみんなと一緒に決めることができると思っても見なかったんで、とても嬉しいです。ね、またこれから一緒に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ゆか。富山いいとこやで。ありがとう、寿司うまい。ガイセンライブおめでとう。これからもお互い頑張りましょう。では、バイビー。お疲れ様でした。みんなここ置いてんのか。まあ、5年間一緒にやってきましたけど、またこれからよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、OK、 ありがとうございます。終わったんだよね。今度は東京の人にも富山の良さとか自分のことを富山代表として知ってもらって、なんかこう何かを発信するときに自分もその力になれるように、自分自身もっと成長してブラッシュアップしてステップアップしたいなと思います。富山はもうオーバードホールを目指して、2000人もソールドアウトしてやりたい。25歳の水越に、お前は大丈夫だ、頑張れ。終わったけど、やっと始まったから、まずマイストーリーをたくさんの人に知ってもらえるように活動していきたいなっていうのが一番で、旅に出ようと思います。全国に頑張るぞ。
り少しくらい大人になれたかな都会の空に溶けた故郷の街へと行く